3連休初日の今日、彦根市では日本の米文化を盛り上げようと、西川貴教さん主催のイベントが行われました。米コンと名付けられたこのイベントは、滋賀県出身で滋賀ふるさと観光大使を務める西川貴教さんが企画・立案・総合演出を手掛けました。おかわり自由の米はきらみずきや水鏡など6種類の大見舞いが提供され、その量は2日間でおよそ5トンを見込んでいるということです。実は滋賀県は本当にあの米どころでもありますし、大見舞いって本当に身近にあるんですけど、実はすごい栄養価も高いですし、あと何よりも発育やそういったものにもすごい配慮されて、このお米に実は地元の良さがすごく詰まっている、そういったものをこのイベントやいろんなものを通じて知っていただけるきっかけになればと思ってます。また会場ではご飯のお供が全国各地からおよそ20種類集まりました。滋賀県からは近江牛や船寿司などが提供され、訪れた人たちはお供とともに次から次へとご飯を頬張っていました。とても美味しいです。すげえイベントだなと思って、もうおかずも美味しい、お米も美味しいっていうので、もう食欲がね、もうとにかく止まらないって感じです。米コンは彦根市にある平和堂本部の駐車場で明日も開催されます。